ダレル、ウェイン・ラズナーは、アメリカ合衆国ネバダ州出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ワシントン・ナショナルズ時代2002年、ドラフト2巡目で、モントリオール・エクスポズに入団。その後、2005年9月6日にワシントン・ナショナルズで、メジャーデビュー。2006年2月11日、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍。9月3日のツインズ戦では、メジャー初勝利を挙げた。 2007年は相次ぐ先発の故障と不審からシーズン序盤に先発として活躍したものの5月19日のメッツ戦でエンディ・チャベスの打球を右手に受け負傷交番。右手人差し指を骨折し残りシーズンでメジャーへ復帰することはなかった。同シーズンオフにはフリーエージェントとなるものの数日後にヤンキースとマイナー契約を結んだ。 ニューヨークヤンキース時代2008年はマイナーで開幕を迎えたものの5月4日に故障者リスト入りしたフィル・ヒューズの代役としてメジャー復帰当日のマリナーズ戦で先発し6回に失点で勝利を飾ったがその後は安定感を欠く投球が続き首脳陣からローテーション降格を言い渡された2008年11月15日 ヤンキースがラズナーの保有権を東北楽天ゴールデンイーグルスに100万ドルで売却したことが明らかになった。12月6日、楽天と1年契約、年俸125万ドルで契約を結んだ。なお2年目以降の契約は、球団が選択権を持つ。2009年4月5日の対日本ハム戦で来日初登板。3回までは相手打線を1安打に抑える。 上場の滑り出しを見せるも、4回裏に1死後に、本類打1本を含む6レイン打を浴び、一挙6失点を喫して降板。続く4月12日の大西部戦で、本拠地初登板を果たし、2回表に、中村豪也のソロ本類打を許した以外は7回まで1人の、奏者も出さない、完璧な内容で、8回以降も大きく崩れることは、なく、被安田さんの無支給関東で、 堂々の来日初勝利を挙げた。しかし、4月19日、対オリックス戦では、2回裏に、タフィローズ、ホセ・フェルナンデスに、本類打を許したのを皮切りに、4回裏にも、集中打を浴びて、3回1、3を8失点で降板して、来日初黒星、チームも0から15で惨敗した。その後、6月に1軍登録を抹消され2軍暮らし、 9月に一軍復帰を果たし、チームが球団初の A クラス及びクライマックスシリーズ進出を決めた。翌日の10月4日の埼玉西部ライオンズ戦に先発するも6回途中4失点で敗戦投手となり、同時にチームは1シーズンの対戦成績で西部戦に勝ち越せず5分に終わった。最終的には4勝7敗、防御率6.09という成績でシーズンを終えた。 2010年シーズンも開幕からローテーション入りを果たす。前年の倍近くのイニングを投げて、基本類だは、同数と改善が見られたものの、高騰するも味方の援護に恵まれないといった試合が、続き、さらに中6日や中4日などローテーションの乱れもあり、5勝11敗、防御率4.48に終わった。しかし、12月1日、球団から不安盛りを ランディール・イーズラと共に、来期も契約を継続することが発表された。2011年も開幕から引き続きローテーションに入っていたが、5月15日のロッテ戦にて、投球中に右足を負傷し、約2ヶ月戦線離脱を余儀なくされる。7月6日におえを務めていた、ライアンスパイアーが調整によって、登録抹消されたのを受けて、緊急昇格し、 即日来日初となる中継ぎでの登板で復帰。そのままスパイアーに代わってクローザーを任されることとなった。先発時は時速 140km 前後だった直球が、抑えでは時速 150km 近くを記録するようになったことで持ち前のコントロールの良さが生きるようになったことがハマり、シーズン最後まで抑えを務めた結果リーグ7位の17。 セーブを上げ、防御率も2.04と過去最高の成績を残し、基本類打も53イニングで1本のみだった。中継ぎのみの成績だと29試合で、防御率0.89、ホイップ0.89、被安打率も先発時の315に対して中継ぎだと211など圧倒的な成績だった。2012年は前年の活躍から、 開幕をクローザーとして迎えた。しかし5月に股関節の故障によって離脱。その間にセットアッパーだった青山孝二がクローザーとして大活躍したため、実質的に青山と役割が入れ替えとなった。故障明けの時は起用が一定しなかったため一時期成績を落としたものの8回を任されるセットアッパーに固定されてからは安定した活躍をするようになり、 46試合の、登板で1勝3敗 6S17 ホールド、防御率2.79の成績を残した。このシーズンは来日してから、初めて先発起用がなかった。2013年、シーズン途中より抑えを務め37試合登板で1勝2敗17、セーブとしていたが、8月24日の対ロッテ戦で9回裏、1C1 塁の場面で右肘内側に痛みを訴えて、 交番翌日に登録抹消9月4日にアメリカに帰国し、9月14日に右ひいちじ帯の修復手術を受け、全治10から12ヶ月と判断され、シーズン終了後に来期の保留戦士名簿に乗らずに自由契約となった2014年12月1年に渡るリハビリの結果中の完治が困難なことから引退を発表。同時にラズナーの人柄の良さや、 ニューヨークヤンキースに在籍していた経緯なども踏まえて、2015年からの東北楽天ゴールデンイーグルス国際スカウトへの就任も発表された。190センチメートルを超える長身から投げ下ろされる、平均球速約時速142キロメートルの直球、110時速120キロメートル台のカーブや、チェンジアップ、打者の手元で微妙に変化する、カットボール気味のものや、 ツーシームなどのムービングファストボールを持ち玉とする。先発時は小さく変化する変化球を大投げして打たせて取るピッチングスタイルだが、短いイニングを投げるときは、ストライクゾーンいっぱいを狙う。最速時速150キロメートルの球位ある速球が、投球内容の大半を占め、たまにカーブを交えるという力で押すピッチングスタイルである。コントロールの良さは、 楽天投資コーチの佐藤義則から高く評価される。反面、基本類打率が高い。またストライクゾーンへ投げたがる癖があり、この弱点を克服するため、日本のプロ野球に向いた、投球術を佐藤から指導を受けていた。ありがとうございます。